おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑、ラッキーナンバー0です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの6の逆位置が出ました。過去の記憶を引きずる。過去のトラウマ、もしくは栄光にとらわれ新たな道へ進めません。子供っぽい甘えや依存心を捨てる必要性を示す場合もあります。過去にまつわる干渉ややむにやまれぬ思いを断ち切り、未来への一歩を踏み出す暗示です。もう一歩も進めないと思っていたあなた様には、過去への思いや不安を忘れるような出会いやチャンスが舞い込むことによって、全く新しい展開が開けてくるでしょう。ようやく前向きな気持ちが湧き起こり、心にも未来への希望が宿るはずです。後悔の念や諦めは前進する勇気に変わるでしょう。カップの6の逆位置の意味は過去を乗り越える、癒される、未来への展開が開ける、辛い記憶が薄れる、人生に対して積極的。2枚目めくっていきます。ペンタクルの6の正位置が出ました。善意を差し出す人と受け取る人の関係。誰かに何かしてあげたいという気持ちがベースになります。もしくは相手が何かしらのアクションを待っているのかもしれません。運命のいたずらのように障害に翻弄された時期は過ぎ去り、ようやく多くの恵みを受け取るでしょう。これまでの困難が嘘のように穏やかで満ち足りたひとときを迎える兆しです。心は晴れ渡り、危惧は消失するでしょう。これまでの努力が果実となって具現化することを示唆しています。ペンタクルの6の正位置の意味は寛大、親切、経済的な援助、支援、商業的な発展、慈善事業恩恵を受ける、キャリアの向上。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。